それともう一つはファールトラブルを起こさせるような攻めですよね、はい、そうすると時間的制約が出てきますから。そうですね、この辺落ちると、そして走っていますが、ここはよく戻っていきました、はい、ケンバース。ただこのボールを収められなかった。さあもう一度攻撃を仕掛けていく田渡り、コーナーから3を狙う、これが決まります。チェンバース、マジルカス、そして大塚。ここでノマクス3ポイント。今日はファジカ選手は絶対タイトルについておかないと。はい、あ、なるほど、ね。確かにそうですよ ね, ね。アシスタントコーチも8シーズン経験していますが。はい、いいですね。エンドマンですね。また井選手この引きつけて、ファジカズ引きつけてのパスが良かったですね。はい、あっとここは最後、はい、カルファ川崎になります。これで、ね、カルファニアこれだけ走ってる。速い攻撃を見せていく。カルファニー。カルファリの良さですよね、はい、抜いてるんで長谷川もチラリチラリと見ながら、ワンツーでそのままですよね。そしてリバウンドに入ってシュートを決めていきます。10点近くのところまでいければいいですよね。そうですね、それにはディフェンスでお互いをあーと強調しやないと。回ってきました、カルファリは最後は決めていきます。インサイドに入れて一旦ディフェンスを一旦収縮させてから打つっていうね、はい。さあここもインサイドにボールが入ったのは川崎の方、ヒースが決めていきました。決められるかということになります。さあ第3クォーターが始まりました。えんじのユニフォーム画面の今度は左から右に攻めていきます川崎ブレイブサンダース。2とか3分の3とか3ポイントのスタッツが残ってますけれども、カルファレット藤井選手がおーっとここも個人技で抜いていきました。藤井のシュートが外れています川崎。ここはベッドのダンク、クロスオーバーですよね。マジーカス、マジーカスから篠山ファールをもらいながらも決めていく。そして大塚君に打たせるというプレーをやると、そうですよね、もっとプレイングタイムって増えると思うんですよ、ですからチームの勝利っていう部分もありますけれども、その自分のプレーのアピールっていう部分もしっかりと大事にしていかなければいけません。大塚君なんかはもう出ていく、あ、だからこういうターンオーバーもいらないですよね。そうですね、はい、ここは激しいディフェンスを見せていきました横浜。そしてここは合わせていきました。第4クォーター残り5分を切ります。青木が自分で行きました。先ほど佐々木さん言ったんですけど、外国人が変わるというのは、まあ、チームのバランスは崩れますからね、一回はね。あ、確かにそうですね。インサイド狙っていきました青木から逆サイドシュートは秋山、決まりません。ここで試合終了のブザーということになりました。